シャンポリオンはアメリカ航空宇宙局とフランス国立宇宙研究センターが共同で計画していた宇宙探査機。水星とのランデブー及び水星への着陸を行う予定だったが中止となった。名前はロゼッタストーンを解読したことで有名なジャン・フランソワ・シャンポリオンに由来する。元々の構想では NASA-CNES 共同のシャンポリオンは ワータネン水星に向かう探査機ロゼッタに搭載される二つの表面化学パッケージのうちの一つだった。もう一つはドイツが主導するローランで、シャンポリオンは水星からのサンプルリターンを行うはずだった。しかしジェット推進研究所からの資金が不足したことにより1996年後半にロゼッタミッションにおけるシャンポリオンは撤回された。なお、ローランはフィラエとして実際に ロゼット探査機に搭載され、2014年に水性表面への着陸に成功した。シャンポリオン・シャンポリオン・シャンポリオンは、NASA のニューミレニアム計画のもとで、ディープスペース4号、スペーステクノロジー4号として復活し、再び NASA と CNES の共同プロジェクトとなった。このバージョンではシャンポリオンは、オービターとランガーからなる。 単独のプロジェクトで純粋な科学目的というより新技術の工学実証に区分焦点が移されていた。1999年3月の時点で2003年4月の打ち上げ2006年にテンペル第1彗星への接近をベースとしていた。ランダーは高さ約1.5メートル、重量約160キログラムで彗星から50キロメートルの高度から 自動航行して水星にアンカーを打つことになっていた。計画していたペイロードには以下のような装置が含まれていた。オービターはカメラと粉塵モニターを搭載することになっていた。スペーステクノロジー4号は1999年後半にサンプルリターンを行わない単体の宇宙機へスケールダウンされ、1999年7月1日に 予算的な政権から計画全体が中止となった。ありがとうございます。